はい、はい、では、フカキの残りの卵を煮ていきましょう。いたりして、昨日はいなかったみたい。 いるかな、はい、ちょっとすごいね、このこれって初めて撮るかこの動画、うん、これは何？ヒナの羽？羽です。すごいよね。あ、ここは誰もいない。よいしょ。じゃあ、割っていきます。あ、ムセーラン。バカーン。ムセーランです。悲しくない？うん、中で死んでるよりはまだ。よいしょ。そうそう、無精卵って書く。うん、で、14パドックの成績が落ちていく。そうだねあ、でも14ね、うん、あの水をやってる時に交配してました、うん、あ、そう、あれ？そっか、44と14、そう、 OK、 うん、こちらも無精卵ですね。31パドック、はい、はい、みんな無精卵かも。いや、みんな無精卵であってほしいうん、先入観は良くないな。あ、でもこの今回のやつはいっぱい生まれた方。うんうん、そう、でも13羽か。もうちょっと、もうちょっと欲張りたいですね。15から20ぐらいは。なるほど。じゃあ、この間入団したやつは、うん、いるといいね。ね、お、無精卵っぽい。無精卵だ。うん、よいしょ。卵焼き、卵焼きじゃないんですけど、なんか卵のその匂いがする。さすがにこれはもう食べれない。食べれないね。はい、あらいっぱいあるな。いっぱいあるね。困っちゃうな。そこのトレーだけ無精だもんね。ね、生まれたの一匹で寂しそう。うん、お、なんか膜が厚い。本当だ、下の黄身が見えない。見えないね。あ、これ無精卵じゃない。え、ガチ、違う、うん、ほんとガチ。いいよ、なんかいた。そう、シゴモリ発生中止、どっちかな。でも、もう毛があるし、シゴモリに近いんでしょうか。あら、シゴモリ、もしやそこのみんなシゴモリか。そんなことはなし。あ、セーラーちゃんね、もったいない。31だ。うん、よいしょ、これもさっきのパターンだよね。あー、これはでも発生中止っぽい。シゴモニは、うん、最後まで行ったけど、そう、っていうか、あの姿がもうヒナの姿になって
肺からちゃんと形になってたけど、うんうん、っていうかなって。でこれはまだ形になってない、なってなさそうな感じです。発生中止ということで。でも無声ではないのか。無声じゃないね、残念だ。発生中止ね。そこの2匹がちゃんと出てきたらさ、うん、そうね、15匹だったのね。15匹、15は、よいしょ。これはなんか無精卵っぽい感じが。ついに卵の殻に触れただけで分かるようになった。重さかな。あ、違う、ちゃんと いるじゃん。発生中止だね。まだでもドロドロしてるから、うん、そうね、発生中止かな。じゃあそこの青いトレイはもしかしたら全員生まれたのかもしれない。ねえ、残念だ。有精卵率は上がるんだけど、上がるけど、でも残念、生まれなければあまり意味がない。パーセンテージは上がらない。これはあれじゃない、無精卵かな、うん、無精卵ですね。今からでも遅くないと出ていらっしゃる。ねえ、あと2つ。無精卵かな。無精卵だ。無精卵ですね。いいよ。無精卵の方がまだ安心するよ。そうだね。なんか発生中止と死後盛りは、あ、残念だっていう気持ちに。死後盛りは嫌だね。うん、いいよ。ラスト、ラスト。これはどっちだ。うん、黒い。これ発生中止なのかな。フラン腐ってる。あ、でも発生中止って腐った匂いするんですけど、発生中止ですね。はい、悲しい。どういう場合に発生中止になるんでしょうか。中に菌がいた場合、あとは呼吸をしてるんですけど、卵の殻の穴を通じて、はいはい、それが送られる空気の量が多すぎたり少なかったりする、少なすぎたりすると死んじゃう。中で育ってるじゃん、あの卵の元、胚が、うんうん、それが途中で死んじゃうと発生中止になるので、菌に、病気にかかって死んじゃうか、呼吸とかがうまくいかなくて死んじゃうかとかかな。はい、ということで残念な結果です。はい、はい、無精卵が、無精卵 1,2,3,4,5、 無精卵5個の死後盛り1個の発生中止が3個、はい、はい、でした。ということでおしまいです。